プラス A をご覧の皆様、ミステリーミュージカルルームメイトと謎解きをに出演いたします陣内翔です。仕事ではございますけれども、30を過ぎたあたりからですね、なぜか演じる役柄が若返っていくという何でしょう、学生役とかが多かったものですから、今回35歳という年で先生役ということでね、なんかまたいつもと違った視点観点で自分の身の丈に合った表現、それ以上の表現ができればいいなと意気込んでおります。当時多感な時期ではありましたけれども、もうちょっと青春をしてもよかったんじゃないかなと。これはね、ひとえに恋愛ですね。もっとちゃんと積極的に恋愛を、もう高校生とは言わず、もう中学生ぐらいの時からちゃんと恋愛っていうものを重きを置いていたら、もっとこうお芝居にも生きてきたでしょうし、私田舎生まれ田舎育ちでございますから、ちょっとこう恋愛には奥手なところがありましたもので、学生時代に戻ったらもうちょっとおませでいたらどうなったのかなと、はい、あの時終わってしまった儚い恋はどうなってしまったのかななんて思わない時はありませんでした。見ての通り、この大河原先生のこのフォルムを今まとっておりますの で、しかも多分稽古中もっとね、寡黙に腕立て伏せとか体を大きくしていると思います。で、役柄的にもちょっとこう厳しいね感じとか、生徒たちのシーンとかでなんかこう偉そうにこう見てんじゃないかみたいなね、あの人怖い人なんじゃないかとか思われるかもしれないんですけれども、そんなことない。ただただ大河原先生という役をちゃんと作ろうってただただ励んでるだけなので、フランクに話しかけてきてください。中身はこういうやつです。ふにゃふにゃしてます。終わったら美味しい一杯飲みましょう。ミステリーミュージカルルームメイトと謎解きをは11月18日から26日までサンシャイン劇場にて上演いたします。ぜひ謎を解きに遊びに来てください。待ってます。